挨拶ロストインズビパということで裸でございます。今回は刺身さんと刺身ということでね、はい、どうも刺身です。ちょっとビールいただいております。あざっす。自分は好きな作品でしたけど、結構濃く多かったってなってて、僕見るつもり全然なくて、でも刺身さんが面白いかったみたいに言ってたから、あ、そうなんやっていう風な気持ちになったのもあるし、刺身さん来るしっていうこの2つもあったから、じゃあちょっと見に行こうと思って見に行ったけど、良かったと思うんですよ。その何どこを求めていってるかによって、多分めっちゃ賛否分かれる作品で、そのワンってアーサーがジョーカーになっちゃったって話になるじゃないですか。だからずっとみんなアーサーアーサーって呼んでるのに、最後に自分でジョーカーって言って、でジョーカーになっちゃうっていう、まあ口は災いの音みたいになっていく、まあ、姿もそうなっちゃうんやけど、でそれが今回はジョーカージョーカーってみんな呼んでる中で、アーサーって呼ぶ人ってほとんど、そのワンで登場した人だった。その証人喚問された時に、そのちょっと離れたところによる、ドミノ役の女優さんが喋ってくれたりとかで、一緒にピエロの演技とかしてた相棒とあの人が来たりとか、ワンの時はジョーカーが彼のことを、君だけが僕を笑わなかった。で今回は逆にその人は、君だけが僕のことを笑わなかったって、ジョーカーというの姿になってしまったアーサーに言うんですよ。いいやんと思って、もう取り返しをつかないことをしてしまってる後悔を後押しするにはもう抜群の部分だったんですよ。でもジョーカーのままでいくかどうかをずっと揺れ続けるっていう中で、最後サジを投げるあたり、僕すごいすごい好きなんですよ。その僕もきっとそうやと思う。なんでそんなとこまでやって最後サジ投げんのって言ったら、自分もめっちゃ無理してるからって僕は万歳すると思います。自分らしく行くのはちょっともうこれ以上は無理って、自分らしくないからってしんどすぎて無理ってなる。それなら死刑を受け入れるって、まあひどいですけど、まあ後々に評価変わってくるかもしれないですけどね。ホアキン・フェニックスの冒頭の体素晴らしかったです。骨してる牢屋から出てくる後ろ姿で、そうそうそう、あこれワンよりめっちゃ絞ってるとか思って、あれはすごかったですね。あっかんやなと、のホアキン今年某見ました。今日は見てないです。あ、まあ、見てないです。今回みたいに夢と現実が交差するぐらいなんです。でもこの映画見てたら、もうホアキンずっとこんな役ばっかりやる。多分演技力高いからっていうのも当然あるし、役者やから本当ホアキンとかクリスチャン・ベイルもめちゃくちゃ細くなってでかくなったりするじゃないですか。ほんま向こうの俳優さんってすごいなって感じますよね。で、某の時もそうなんですけど、ホアキン・フェニックスはね、めっちゃ走るの速い。あ、そうですか。ホアキンはめっちゃ走るの速いと思う。だからこんな変な走り方でこんな速いんやってちょっと驚くんですけど、ジョーカーの走り方はまあドタドタ、ドタドタ走りじゃないですか。でもドタドタやけどね、ホアキンめっちゃ手足長いんですよ。めっちゃ速いんですよ。ホアキン速っと思って。だホアキンってジョーカー役した時にめっちゃ演技力というかジョーカーっぽく見えるっていうのは、やっぱこう手足の長さがあると思うんですよ。あ、確かにアニメシリーズとかでも、まあ、手足長いんですからね。あ、いや長いんですよ。昨日映画見てちょっとだけワン見てたんですけど、ワンやっぱ面白いなと思って見てました。面白いです。ワンがあるからこのツーの良さがあるよなとも思うし、アーサーが無事アーサーとして終わっていけてよかったねって、ハーレーが、まあ、D ですけど、が出ていくシーンとかも、それでいいって思って言ってますもんね、の割に最後、もう一回、あわよくば感がね、ワンちゃんもね、狙うっていう、やってるのもちょっと面白かったですけどね。刺身さんはどうでしたか。
2は、うん、なんか1で描ききらなかったことを補足してるみたいな感じのイメージがあって、はいはい、でまあ、そういうもともと1で見えてたのがまた折り返すとほぼ同じことやってるんで、まあ、それを退屈に感じる人はまあいるんだろうなって思うし、はいはい、あとまあミュージカルもあれ、まあ、退屈に感じる人もいるだろうな、うんうん、そこら辺で多分評価が低いんだろうと思うけど、話の内容自体は結構良かったと思うし、うん、ハービーデント出てくるし、はいはい、ハービーデントもう全くハービーデント感がない脇役よね。あでもハービーデント出なかったら良いよ、もうジョーターは関係なくなっちゃう、うん、そうそう、もうほんま最後の手綱よね。だってワンの時は言ってもちゃんとブルース・ウェインとトーマス・ウェインたちの別れもちゃんとあるし、あこれがジョー・キルナイみたいな感じのやつがおるっていうね、バットマンという作品の中のスピンオフ感をかろうじて出してるワンって結構バランスいいと思うんですよ。かなり良かったです、はい、あれがあるからだからもうバットマンの中の作品で見つつかなりアナザーなものとして見ることができた。でも2って本当かろうじてもうハーレーなんてハーレーじゃないから、ハーレーって言ってるだけやからっていう、ね、アニメだと、うん、どちらかっつったらハーレーが主導権じゃなくて、うん、ジョーカーが主導権持ってるけど今回はハーレーが主導権持ってる、うん、そうそう、ここってかなり思い切ってるよなとか思いますよね。新しい関係性というか、うん、かなりレディガガの演技は良かったと思うけど、はい、もう見ようと思えば2そもそも妄想だったっていう見方もあるし、できますね、はい、しかもつい最後ジエンド出なかったんですよね。んジエンドってあ出なかったか、ワンワン出ましたね、出た出た出た、うん、2出なくてなんかいいとあんのかなとか、うんワンの最後の面白いジョークが君にはわからないジョークが2っていう可能性も、ちょっとそれめっちゃおしゃれやそれめっちゃおしゃれな感じ。じゃあそしたら今日これ全部ミュージカルでいいよ、めっちゃおしゃれやだそのわからないジョークをジョークと思えない長さでやってるわけやなあれを最後に持ってくれば、うんうんうん、ジエンドが1に割って、うん、2はジエンドなかったっていう説明には一応なるんですよ。あなんかもう窓かマギかの劇場版みたいな実はこのホームランの中の世界にしてみて、あこういう方もね確かにできるな。そうやわ、やっぱ楽しんでますな。やっぱそうですよ、だって映画見に行ってやから楽しみだからねもうテンポこんな悪くなかったと思う。だってやるところって刑務所かその裁判所かってこの2カ所しかないじゃないですか。いや、ミュージカル部分で多分ギブアップした人が結構いると思う。リタイアする気持ちも分からなくはないかなって感じで見てたけど、うん、それ抜きにしたら、まあ、テンポは良かったのかな。今回ミュージカルにした理由って何なんでしょうね。あれは多分 B の歌を歌ってるところからそもそもミュージカル調を始まってるから、はいはいはい、B に影響を受けたっていう。ああなるほどね。その前は別にそんなミュージカル調じゃないけど、通りすがるところで B を見つけてからそこからミュージカルがちょこちょこ入ったって。だからそのまさに恋しましたっていう話じゃないですか。 D がいるから心が浮き立ってるっていう風に描いてるし、 D が自分に嘘ついてたってことでどんどん不安になってるっていうのも分かりやすい描かれてないですね。最初の方に言ったんですけど、まあ、補足が足りない部分を、はい、その頭の中にあったものをはい、出したみたいな感じだったら、はい、虐待受けてたのを細かく、はい、その言ったり、はい、とにかく補足して、うん、ジョーカー1はこういう話でしたみたいな感じ、はい、
で作ってたんで、まあ、自分で作ったって感じはあるかもしれないですね。要はそれ2時間までもかすやん。あれ、なんか制約あったんから2時間にしてくださいとかあったんかなと思うもんね。あれ、もっと短くしようとできるような作品があったけどね。ミュージカル部分削れば間違いなく減らせたかな。でもまあ、ミュージカルあれ、ミュージカルだったら必要っちゃ必要なんですよね。ねえ、やっぱりそうなのかな。アーサーの空想の中でめちゃくちゃ大活躍するから、その落下の見ました。あるコテージのところに住んでるお父さん、お母さん、男の子っていう家族、その中の お父さんが死んでるんですよ。で、これ転落死したっていうのは分かったけども、それが事故死なのか、他殺なのか、自殺なのか分かんない。それを裁判していくっていう作品なんですけど、キーパーソンとなるのが息子なんですよ。目が見えない息子。この目が見えなくなる理由がまた劇中にあるんですけども、その息子にずっと付き添ってる、まあ、女の担当者がおるんですけど、その人が、あなたの真実を見つけなさいみたいな言葉があるんですよ。自分の中の真実、だからそれ事実かどうかわからないけど、私はそう思って、そう感じたからそうなんだって、ちゃんと決めなさいっていう、そういう似たものがアーサーのところにもあるよねっていう、やっぱ社会がそういう社会やから余計になんやなって思います。ちょっと知らない映画の話でしたね、すいませんね。総括して、じゃあ最後どうでしたか。総括して多分評価がじわじわ上がっていく多分作品だと思うので、はいはい、見てない人は見た方がいいと思うけど、まあ、サブスクでいつやるかっていうのも出てくるんかな、どうなんやろな。あれでも映画館で見る必要はあんま感じなかったかなと思う。だからミュージカルで迫力あってってなってくると、まあ、そこの部分は劇場で見てもよかったなって思えるところでしたけど、でも家で見て十分な満足度になるんじゃないかなと思うけどね。多分この2つだよ。ララランドみたいな感じだったら、まあ見た方が、劇場で見た方がいいかもしれないけど、迫力がね、そういう感じもなかったし、そう、なんかみんなで歌うやつじゃないから、歌うのもうデュエットやから。もうレディーガガとホアキンフェニックスで、ホアキンが上手いんですよ。ホアキンが歌上手い。そうそうそう、ホアキン、ほんまかいやみたいな感じで、ホアキン足速いし歌上手いっていうね。で、演技のために肉体をどこまでも改造するっていう、すごいから、あの人。もともとの歌が歌いやすい歌なんでしょうけど、とはいえなんかすごくいいなと思って味わい深く言ってましたね。じゃあ最後僕の総括としては、2としてよかったと思います。はい、その2、ファンが2を超えるとかなんかいう話あるじゃないですか。そういうところで言ったら、1の下敷きをちゃんと下敷きにして、上からもう一回プラスアルファの部分を書いてディティール出したなという映画で、それが良かったなと思うし、それが逆に同じ絵を見るから退屈だけど、こう改めて書いてるとこ見るの楽しかったなって思う。サブスクに来るんだったら一気に2つ見た方がいいかもしれない。そうですね、はい。ジョーカーはなんて絶対集中して見れるから、2あたりをその連続で見たときに、なんかちゃんとアーサーの物語でいいですよね。だってアーサーのお母さんも狂ってたし、それをトーマス・ウェインも狂ってるやつやってするんから、あれほんと悲しい話やで。ほんとこんなイフストーリー作るやから、トッド・フィリップスかなりすコメディーの人やなと思ってあのこれコメディーの人やからこういう風に発想するけど、普通こんな発想しないからすごいなと思って